今からスタップバイの串揚げをリポートしたいと思います。行きましょう。これから串揚げの作り方について紹介します。では行ってみましょう。串揚げとはそもそもこのように具材を適度な大きさに切って衣をつけて油で揚げたものを指します。スタップバイではこちら、このように一つ一つ手作業で串に刺していきます。串揚げを作る上で何かポイントはありますか？揚げるポイントですね、180度の温度でカラッと揚げます。低すぎると衣がベチャッとしますし、高すぎると衣が焦げてしまいます。じゃあ行きます。揚げます。そして出来上がったのがこちらになります。美味しそうですね。では早速いただきましょう。はい、そしてこちらが今回の串揚げです。こっちからソース、ちょっと分かりづらいですよね。でも大丈夫です。じゃん。こちらの紙がお手元に置いてありますので、こっち確認しながら食べてください。ではいただきます。串揚げを手に取ってソースにつけて食べます。この時ちょっとだけつけるのがポイントです。美味しいです。中は熱くなっているのでちょっと気をつけてください。日本で愛されている串揚げですが、実は二度漬け禁止というルールがあります。このように一度かじった串揚げをもう一度ソースにつけてはいけないというルールなんですが、一般的に日本の串揚げ店ではこちらのソースを他人と共有して使っています。ですから他の人が不愉快な思いをしないように作った日本独特のルールなんですね。はい、ですがストップバイの串揚げではこちら、このセットに一つソースがついてきますので大丈夫です。安心して何度でもつけてお召し上がりください。それではごっくりお楽しみください。はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。最後にこちらの紙があります。こちらアンケート用紙になっていますので、皆さんご記入してお帰りください。それではまた、さようなら。Today's video is about our kushiyaki experience.
that shine around you every day. Thank you.